温かいものよりも冷たいものが好き。運はない方です。体を動かしていないとなんだか落ち着かないな。人の多いところは嫌い。食べることと寝ることと遊ぶことのうちどれが一番って言われたら、当然食べることが一番大好き。自分なんて消えてなくなってしまえばいいのにって思ったことある？欲しいものなのに手に入れようとしない、そんな考え理解できないわ。どちらかというならば環境には適応できる方だと思う。悲しみを我慢することはない。泣きたいのなら泣けばいい。あんたはさ、苦労は勝手でもすべきだって思うタイプの人間か？私と会っていても何も変わらないでしょ。あなたにはやるべきことがある。そうじゃないのかしら。あなた、そういえば以前に会った。まあいいわ。とにかく今のあなたが来るべきところではないわ。さあお帰りなさい。
礼ね。ねえ、私にもっとあなたの顔を見せてくれないかしら。約束。私はあなたに顔を見せてほしいと言ったわ。それに対してあなたは了承した。涙、涙が見たい。なぜ、なぜ人が涙を流すのかわからない。私は知りたい。私に見せてくれないかしら、あなたの涙を。約束。泣いてくれるの？そんなに難しいのかしら。そうなの？ないわ。私はあなたとは違う。だから泣くことができるかはわからない。私も泣くことができる。どうすればできるのかしら。悲しい。わからない。
あなた、また来たの。起きてる。嘘はつかないわ。私はあなたたちとは違うもの。嘘をつくのは人間の特権。人ではない私が嘘をつくはずがない。どうしてそう思うのかしら。おかしなことを言うのね。私という存在が一つの意志など持つはずがないというのに、心はどうしてあるのかしら。どこで生まれ、そしてどこにあるものなのかしら。私は私だと、なぜあなたは言い切れるの？私は人ではなく、夢の産物。私は夢。一人ではない。存在理由。
何をしているのかしら。何をしていたの。そう、理由。唐突ね。私は世界を安定させるためにここにいる。私は二つで一つの存在。二つ合わせて初めて調和が取れる。例えるならば太陽と月。太陽が沈めば月が現れるように、私と彼も相入れぬ存在。互いの姿を知らず、それぞれの役割を果たすだけ。それが私の役割。ここにいる理由。それはそうかもしれないわね。私も私としての役割を改めて考えることなどないもの。あなたにだって自分に課せられた使命を考えることなどある？ただ知らずに生きてゆく。自分の役割を考えることなく流されるままに生きる道もあるけれど、あなたは違う。あなたにはそれは許されない。あなたには与えられた役割がある。あなたの役割。私の言葉の意味がわかるでしょ。今はわからなくとも、いずれわかる時が来る。選択できるのはあなた。けれど、選択すれば幸も不幸もある。すべてがうまくいく選択肢など存在はしない。だったらあなたは何を選ぶのかしら。そうかしら。どうしたの？そうね、あなたはあなただわ。私は私は私だというのね。あなたは いえ、なんでもないわ。
わからないわ。どうしてあなたはそう何度も私のもとへと足を運ぶのかしら。覚えにないわ。あなたも分かっているのなら、なぜまだここに訪れるの？私が覚えていないのなら、それは無効になるでしょう。それなのになぜあなたはここに訪れるのかしら。私に面白いことを言うのね。私に会ってあなたは何を望むというの？あなたと私、やはり違うのね。私はあなたに望むことがあるというの。そう、私はあなたに望んでる。あなただって私が人ではないと分かっているでしょ。分からないのなら試してみればいいわ。わかったでしょ。これがあなたと私との違い。私が人ではないという証拠。違う。私は人にはなり得ない。ただ、私は知りたいだけ。心を、そしてあなたを。あなたに触れて分かったことがあるわ。人はとても温かいのね。あなたの吐息が私を熱くさせる。だから人は触れ合うのね。いけなかったかしら。じゃあ気があったらいいのかしら。何のこと？